勝山市の住宅の敷地内にある小屋の中でクマが死んでいるのが見つかりました。怪我をした人はいませんでしたが、勝山市はクマの目撃が相次いでいるとして注意を呼びかけています。今日午前9時ごろ勝山市四日谷町の住民から農機具などを保管している小屋にクマがいると勝山市に通報がありました。市の職員や警察、それに漁友会が確認したところ小屋のな

しかし、クマが全く動かなかったことから、さらに確認したところ、死んでいたということです。怪我をした人はいませんでした。クマは体長が1メートル20センチ余りで、車に引かれたような跡があったということです。勝山市によりますと、この小屋には昨日もクマが侵入し、市の職員などが追い出したばかりでした。勝山市によりますと、 今年4月から先月までに市内でのクマの目撃情報が18件寄せられているということで改めてクマに注意するよう呼びかけています。